第5レースの A 級準決勝を今スタートしましたポーンと飛び出したのは2番の利根君春ですまずその2番の利根君春が一目散に先頭誘導員の後ろ車間の方を詰めています1番の柳谷が追って2番手3番車の松岡慎之介現在は3番手金谷英二が続いていますここは3番6番と中近畿の2人 そのの外を番スタートを取った2番の利根こ,こは九州地区ですから7番の那須2番、7番とセオリーが落ち着いています4番車の室井連太郎がこれで3番手5番の角そして1番車の柳谷隆史と4番、5番、1番と中四国の3人が中段からそして中部、近畿の2人は後方の6番手、7番手の位置という,ということになります。 ご覧のようにラインが2人3人2人と分かれています2周回目2コーナーを立ちましたうんこれであとは松岡慎之助の出方次第ということになります人気の中心となった4番の室井伝太郎は現在は3番手正候補は2番の利木美晴が待って4コーナーから直線です傍聴変化ありません 4コーナーを回りきったところでようやくペダルを踏み込んだ3番の松岡残り2周回ってじゃんというところ3番車の松岡飛び出した2番車の利根は車を下げて3番手外には4番車の室井タ太郎が控えていますその室井タ太郎が外から一気に踏み上げて先行です中四国が飛び出した引いて3番の松岡が4番手今度は2番車の利根木美春が巻き返していきます 入り替わり立ち代わりと激しくなったさあ結局は2番車の利根が先行か残り1周になりました4番車ののは引いていいててまますす先行2番番が取っています番手4番の室井が取って3番手がもとれている7番の那須が3番手を取ったさあバックに入っています先行2番の利根2番手に4番車の室井3番手立て直した7番の那須です4コーナーから直線構成スへ入ってくる番手から4番の室井蓮太郎が直線追い込んで外から7番車 4番、7番まずは4番の室井そしてその後ろ7番の那須久幸がマークをつけて4コーナー直線でしたリプレイで確認しましょう4番、7番あとは1番車の柳谷と3番の松岡4番、7番そしてどうやら体勢的には1番車柳谷隆です審判の決定放送までしばらくお待ちください第5レースは A 級準決勝 お伝えしました。